撮影中ですか、はい、ちょっと笑いを入れたらダメだよ、情熱大陸なんだよ。ランニング YouTuber、ランニング食堂、社会人ランナーとして2年半でフルマラソン2時間20分切りを達成。同じくランニング YouTuber、丸尾製作所部長ヒロ、総力はさることながらフルマラソンや競技場の記録会など数々のイベントを手掛ける、そんな双子のランナーに迫る。集中できなそうな。小和田さんが、はい、僕初めて、はい、直接お会いしたの初なんですけど。初めてですね。めっちゃ細くて。一応体だけは箱根ランナーで。あ、今日二人ともあれですか、オンボードでカメラつけて。そうですね。こっちの方が絶対いいっすよ。全然ブレず。ブレないし。軽いし。あのつけてる感特にないんで。ああ、めっちゃいいっすね。おすすめです。はい、電池は持つんですか、フルマラソンとか。フル持たないですね、この2時間くらいで終わっちゃいます、はい、全部撮ってないんですよ。あ、なんか見せ場になりそうなところだけポチッと押して。あ、なるほど。最初と、はい、あと見せ場。ああ、そういうのも考えながら走るんですね。そんな考えてると、なんかポチポチ押してると意外と撮れてないシーンが多かったから。いや、毎週水曜日はここで練習されて。そうね、メンバーが、はい、たまたま見てたら、はい、来る。はい、乱食さんが。視聴者さんからしたら乱食さんってどんな感じなんですか。ただの一般人だよ。より全然早いよ。あ、本当ですか。昨日の練習だけです。先週の練習だけですよ。 1000m ですか。 1000m、 はい。あ、3本。3本どれぐらいだったんですか。39で上がって。早っ。めちゃくちゃ早いですね。みんな8でスタート。じゃあ、改めていきます。短い距離をどんどん今入れていきたいんですけど、短い距離だけで追い込むっていうのができないから、最初に1万で軽く距離稼いで205本を全力でやるみたいな。次の乱食さんの目標ってどこなんですか。小和田くんに勝つ。いやいや、1万で勝つ。29分16。まあ狙うとしたら5000かな。14分10秒台。10秒台マラソンだね。ああ、わかりました。どっかで2時間15分切れれば。やった、自分で何かやりたいと思って、はい、それが今さ、ツイッターとかでさ、はい、ハッシュタグで丸尾製作所って入れてくれる人が結構いいのよ、継続的に、はいはい、なんか練習メニューつぶやいて、はい、ハッシュタグ丸尾みたいな、はい、ああいうので結構アドバイスとかもらうと、はい、見てあげて教えてあげたいんだけど、はい、その練習ってさ、その点と点でのさ練習じゃアドバイスできないじゃん。そうですね。この人がじゃあ4分切り10004分切りを悩んでるけど、じゃあその悩んでる理由が他の練習を見ないと分かんなかったりとか、はい、そういうのを教え、ちゃんと教えてって言われたら教えてあげたいから、はい、でも教えてあげるためのその人の日誌というか練習の密なコミュニケーションがないから、はい、それをできるようなサイトを作りたい。ただ僕が教えるっていうのはまだ価値がないと思ってるんです、この、はい、ただ僕もただではさ教えれないじゃん。そうですね、ちゃんと教えるからには。そうそう、仕事も辞めちゃってるし、はい、でそれの付加価値としてもう一個自分がやりたかったのが服を販売するっていうのをやりたかったの。自分が作りたい服を作って世の中に出していきたいみたいな、はい、でそれがある意味付加価値みたいな感じで教える対価としてみたいな感じのことをやれたら
お互いウィンウィンかなっていう。今一応僕トレーナーのやってんのよ。トレーナー、あ、撮ってるんですか今、うん、あの仕事で。あ、仕事、え、靴の販売と、あ、そうそうそう、フリーランスでパーソナルトレーナー、はい、あ、そうなんですね、うん、だからそのやりたいことがいっぱいありすぎて、はい、今どちらかってるって感じかな。靴の流通とかもわかんないから、はい、まあ、とりあえず販売員としてやってみたい、まあ、そこにちょうど僕オンを吐き出した時にちょうど募集したっていうのも、あ、ちょっと偶然で、でも普通に働いてた時の方が楽だったわ、はい、なんか学ぶことが多い。大丈夫ですか？きつい。一瞬で、はい、やめるっていう言葉が頭に浮かんできちゃいました。すっぱりでしたね。もうやめるときはすっぱり、アルコールと一緒です。練習自体が4日ぶり。そうです、昨日久しぶりに40分だけランニングしたんですけど、あー、きつかった。最初3分15だったら余裕持ってて、途中丸尾製作所のメンバーの大沼さんに、はい、かっこよくもう少し決めたんですけど、締めていきましょうって言ったのに一番最初に垂れるっていう。まあこんな日もあるってことで、お疲れさん。向こうからですか？もう200向こうです。え、3分10切りました。最後だけですね。切ってますね。でも全部つけました。全部つけました。いける、強気だ。もう一気にね、拒絶反応。拒絶反応が出てた。これ多分20分切れるかどうかの差じゃん。いやでもパーサージャパン、やばくない？パーサージャパンでファシックスの回しもんじゃん。パーサージャパンこの電子メニュー載せて、靴って関係ないんだな。自分の全力で行ってください。200とかってさ、30秒で終わっちゃうじゃん。あ、そうですね。全力出したらさ、2、3分空けるじゃん。はい。本当は多分、本当に全力出してたら2、3分で回復しないんだろう。回復しちゃうってことは、まだ余力残して走れる。体の動きがちゃんと全力を出し切れてないんだ。205本もさ、はい、最初28、28だったんだけど、はい、3本目から27、27秒8、27秒5、はい、27秒5とかで。よきよき。お疲れ様でした。最後にお聞きします、ランショクさんにとって陸上とは？僕のちっちゃな世界を広げてくれたツール。ツールダメだ。僕という小さな存在をコミュニティをすごく広く広げてくれた存在。ありがとうございます。最後にお聞きします、あなたにとって陸上とは？お通しですね。お通し。お通しです。もう美味しいビールを飲むためにやってるようなものです。ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。これからもいろんなことに挑戦していきます。リバティー。
ラン食さんにとって陸上とは。でね、なんだかちょっともうちょっと待って。